老兵たちがよく言っていた。大元帥とは傾向にとって炎のようなものだと。戦士は己の屍を薪にくべ、己が身を燃やす炎を待つ。その光とぬくもりは命ある者のために。そして炎の役目とは永遠に燃え続けることだ。アストラ大陸の静かな時は長く続かなかった。私たちは今まさに歴史の渦に巻き込まれようとしてるみたいね。ナビゲーター、覚えてる？私たちが初めて出会った時のこと。私たちはあなたの導きのおかげで絶望のどん底から帰ってくることができた。だから今度もきっと大丈夫よ。あなたならきっとここから抜け出せるって信じてる。次に極光を見た時は心の中で私の名前を呼んで。きっと私に届くはずだから。